団体の表彰を行っていきたいと思います。団体、まずはこのチームをお呼びしていろいろお話も聞きたい気持ちがいっぱいでございます。ゼッケンナンバー13番横浜ベイシェラトンホテル&タワーズの皆様、ステージにお願いします。鮎川さん、松井さん、佐野さん、元子さん、ヤニさん、大きな拍手でお迎えください。では、よろしくお願いします。はい、表彰状、ウェイターズネスジャパン2015、団体戦3位、横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ様、あなた方はウェイターズネスジャパン2015団体戦におきまして、当初の成績を収められましたので、ここに称します。平成27年11月23日、日本ウェイターズネス協会会長解説の、以上を受け取っていただきました。そして、こちらですね、横浜ベイホテル東急カフェトスカでございます。いらっしゃいませ。はい、あと3名お金になってます。お客様ありがとうございます。ちょっともう、この皆さんがね、見てもしないわけにはいかないと思いますから、ね、いろんな思いがね、あると思いますけど、マイクをお渡しいたします。監督、横浜駅西口の、横浜ベイシェラトンホテル&タワーズから参りました。去年まで3年連続準優勝ということで、ロイヤルパークさんにフカヘイをずっと舐めていたので、今年こそはという思いで練習を積んできたんですけれども、これ以上言うとちょっと泣いちゃう子がいるので、そうですね。この横浜ベイホテル東急さん、来年は僕らの3位のチケットを渡せるように、はい、今年はちょっと優勝して引退する予定だったんですけれども、ちょっとやめられなくなってしまったので、また練習してリベンジしたいと思います。ありがとうございました。八木さんには見てもらいます、ね、よろしいですか。私は愛しております、愛しておりますけれども、ではということで、横浜ベイシェラトンホテル&タワーズの皆さんに大きな拍手を。そして全部一緒にお願いします。では、ありがとうございました。ちょっと横でお待ちください。そして準優勝は横浜ロイヤルパークホテルの皆さん、どうぞ。本間さんです。こちらのもいろいろ思うことはあるでしょう。思うことはあるでしょう。後ほどしっかりとマイクを向けたいと思いますので、まずは表彰状をお伺いいただきたいと思います。はい、はい、表彰状、ウェイターズレースジャパン2015団体戦、準優勝、横浜ロイヤルパークホテル様、あなた方はウェイターズレースジャパン2015の団体戦におきまして、当初の成績を収められましたので、ここに称します。平成27年11月23日、日本ウェイターズレース協会会長、会長の。ありがとうございました。そして、皆さんはですね、アルテリーで、頂戴いたしました、はい、お食事券1万円分。はい、はい、アルテリーで。ありがとうございます。しっかりと受け取りました。いつももっともらってるので、もっと欲しいぐらいの、ね、ちょっと違う、物足りないぐらいの気持ちになるのかもしれません、はい、ではマイクをお渡しいたします。いろんな思いがあると思いますので、ご自由にお願いします。今日一日皆さんお疲れ様でした。最初ですね、5連覇を目指して、大きな乗りながら、負けてしまいました、横浜ロイヤルパークホテル。本当に、悔しいです。だけどの、横浜ベイホテル東急さんがあまりにも早かったなと思っています。なので、本当はですね、僕ら、みんなですね、これを機に5連覇をして、優待したいと思っていたんですけれども、もしこの中で戦いたい人間がいれば、来年は、打倒ベイホテル東急さんを目指して頑張りたいと。僕はですね、自分自身アンカーとしてチームを勝たせられなかったので、
僕は頑張ります。ありがとうございました。チャレンジしてみますか、来年に向けて。ありがとうございました。はい。来年は監督で出てくださいそうです。ということで、来年も会えるように皆さん大きな拍手を。皆様、はい、ロイヤルズの挑戦の皆様でした。ありがとうございました。ちょっと他の方に連れて行った感じですね。もちろん。いやそして、劇的な勝利を収めました。ゼッケンナンバー9番、横浜ステイホテル東急の皆さん、ステージにお願いします。伊藤ちゃんが着替えてきております。かわいい。では代表者の方、一歩前の方にお願いします。これがここでいい。表彰状、ウェイターズデスジャパン2015団体戦優勝、横浜ベイホテル東急様。あなた方、ウェイターズデスジャパン2015団体戦におきまして、当初の成績を収められましたので、ご認証します。タイム5分23秒58、平成27年11月23日日本ウェイターズレース協会会長会長のおめでとうございました。はい、おめでとうございます。そしてこの後シルバートレイヨン、ミトちゃんがザッと出てきました。ちゃんと名前を入れて、お預けします。お受け取りください。はい。はい。掲げて、掲げて、かわいい、かわいい。そして、賞金なんと10万円。はい。欲しい、欲しい。さあ、それではですね、マイクを私いたします。いろいろ皆さん思いがあると思いますので。喋りたい方たち、ビトちゃんと。だから可愛い。昨年の横浜ロイヤルパークホテルさんのタイムを目標に日々練習してきた努力かなと思っております。本日は皆様寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。来年も連覇を目指してぜひ頑張りたいと思っております。よっ、まとめました。まとめました。もういらない。お疲れ様です。バージャックスのカムでございます。今袖口が濡れているのは別にグラスでグラスをこぼしたわけではございません。涙です。ありがとうございます。食べんの。ベホテル東急のカフェトスカで働いてます塩原です。一番ここが緊張してます。はい、変な顔してると思いますけど、来年も横浜ベホテル東急をよろしくお願いします。それではですね、ここで、団体上位3チームを全員揃っての記念撮影を行いたいと思います。じゃあ、第優勝者の真ん中、はい、で準優勝者が右側、はい、で優勝者が左側、はい、こういうふうになりたいと思いますので、ロイパーの皆さんこっち側に。ロイパーの皆さんいいですか。はい、ロイヤルパークホテルの皆さんどうぞ。はい、はい、セグッド、セグッド、はい、やばい、傷をつけてる、傷を。後ろ3人立ちというような感じでしょうかね。もしよろしければ前に食べると立ちで並んでいただいて、あと後ろ3人立ちで、はい、はい、あ、遠慮しないでどうぞどうぞ、ちゃんと皆さん、あ、よろしいですか。近すぎるとですね、カメラ収まらないじゃん。もうちょっと後ろに下がってもらいますね。もうちょっと後ろいいですか。全体的にもう一個ずつ後ろに下がって、はい。